様に昨日寮に返信が届いて、イエールユニバーシティへの推薦入学。おめでとう、エリシア。君なら十分通るはずだと思っていたよ。いいえ、全部あなたのおかげです。あら、君の力だよ。あなたの力になりたいの。私、お役に立てるようになります。ニューヨーク哲学協会との提携校ですもの。だから2回生になる頃には、そっちに行きます。その時には直接ご連絡を行かせてくださいね。ああ、研究所のお手伝いもしたいし、それに、もちろん楽しみに待っているよ。当研究所はいつでも人手不足だからね。それにエリシア、僕も君の顔を見たい。録音できているか。アラン・ヘイクリーが録音する。12月25日、現在時刻0時41分。エンジンの暴走が止まらない。アルバートが息をしていない。もう動かない。彼は死んでしまった。彼だけじゃない。ここは今地獄だ、地獄だ。ニューヨークは今や地獄そのものだ。止められない。もう誰にも止められない。原因なら分かっている。ここだ。この場所こそが全ての原因だ。いや、全てはエジソンがその手で。ロス・アラモスが仕掛けたのか。違う、どちらも同じだ。同じ意味だ。同じこと。どちらにせよ、今この時、このニューヨークは地獄だ。誰かがここで食い止めなければ。きっと彼は何もしない。だから今それができるのは、あの空、僕だけだ。唯一の心残りは、愛しいエリシア、君がどうか。落ちていく、落ちていく感覚、失う感覚、何もかもこぼれていく。ありとあらゆるものが下へ落ちる。違う、私自身が落ちる。落ちる。落ちてもう止まることがない。だから全てをそこに置いてきた。落ちていく。私だけが落ちてしまって、大切なもの、温かなもの、私自身が私であったこと、それらの全てを置き去りにして
私だけ今も落ちていく。私は瓦礫を登りきる。落ちかけた背後は振り返らない。振り返ることに意味があるとは思わない。それが私のささやかな教示。振り返ったら後ろを向けばすぐに引きずり込まれてしまう。だから見るのは前だけ。そうね、自分に言い聞かせて、私は乗り越えた先の瓦礫を見る。瓦礫の上で規則正しく立動するものが、まるで生き物のよう。けれど決して生き物ではない。動作、規則正しすぎる。ジョン、多脚式歩行カバン。私が作った私の勉学の結晶。飲酒の勉強をせずに私が作ったこの旅のための私のカバン。木材と鉄材で構成されたジョンは私が登りきるのをじっと待っていた。私よりも足が速くて頑丈な多脚カバン。ジョンはわずかに揺らめくと私の近くへと歩いてくる。一時停止命令を出しているのにどうしてこう来てしまうんだろう。サーキットがまた誤動作を起こしている。それとも私のご入力。こらジョン、寂しそうな声なんて出さないの。声ではないけど、ただの金属音。行きましょう。先はまだまだ長いわ。私はつぶやく。ジョンに、いいえ、私自身に。瓦礫でできた小山の上から目前に広がる灰色の景色を眺めて、目指すものは視界の先のあれ、消えない灰色の雨雲が立ち込めるこの空、この景色の最果て、大廃墟にして無人都市、旧メガエンジンシティニューヨークの果て、半ば朽ちた超高層建築が立ち並ぶところ、かつて世界の中心だったところ、かつて世界の先端だったところ。1907年現在、誰もその名を呼びはしないけれど。
ほんの5年前まではこう呼ばれた。マンハッタンと。ああ、上から下へ下へ上上からわからない。もしかしたら下から上へ。いいえ、近い。普通の記録の形、それとも記憶のそれ。落ちる。ああ、どんどん落ちていく。落下、重力、引力、ニュートン鏡。あ、赤学様を鏡って呼ぶのは19世紀以降の慣習だから、ニュートンさんはそう呼ばないんだっけ。19世紀、カダスの発見、蒸気エンジンにエンジン工学。なんだっけ、カダス。何、綺麗な名前。何それ、聞いたことがあるような気がする。思い出せない。まあいいや、いいのだ。いいんだ、私。違う、僕は落ちていく。僕の唇から出る声だった。私の声。違う、僕の声。手を伸ばしていた。落ちながら声のことなんて気にせず。おかしいな、僕は落ちていくことを受け入れてる。多分そうだ、僕は落ちるしかない。よく覚えてないけれど。だからこうして僕がある。なのにおかしいね。ほら、僕の手は勝手にこうやって、あんなに遠い上へ届きもしないのに。届かない。そうだよ、届かない。僕の手なんかが届くわけがないんだ。月がどこかで笑っていた。いくつかの白いものを周囲で踊らせて。見たことがないはずのもの。月、ずっと昔に隠された空にあるもの。でもどこかで笑ってるんだ。落ちていく僕も笑ってるんだ。僕も、私も。ああ、落ちる。そうだよ、僕は落ちていく。感性に
夢を見たような。眠ってもいないのに立ってるわ。なんだっけ。
僕がどこへ行くって、違う、そうだ、捕まらないように逃げる。まずこの瓦礫の中に。娼婦を舐めるんじゃないよ。不気味な連中相手にひるみもしない、堂々と胸を張って、ハイドバンカーを軽やかに脱散、綺麗な髪の人。わおわお、すべて、そう、すべて、あらゆるものは意味を持たない。
しなかった。なんか変だなと思わなくもないけど、僕は連れられていたから、あの人だけで十分。町外れに君、子供一人なんかで。子供じゃないよ、僕はリリーだ。はいはい、そうね、迷子迷子のリリー・ザ・ストレンジャー。いいこと、今度からは人気の少ないところへ行くときは誰か一緒に連れてきなさいな、強いやつをね。リリー・ザ・ストレンジャー。ん？絶対一人で廃墟の方には行かない。あれに捕まったらひどいんだから。きっと用心なさいな、かわいいリリー・ザ・ストレンジャー。うん、ありがとう。でも、かわいいとか言わないで。そういう
れって何？あれに捕まえられるとどうなる？あいつらメタルの半巨人ダークギャングたちさ。西の魔女のしもべ、イーストロードのしもべ、恐ろしい連中、人を襲う怖い怖いやつ、モンスターフリークス。西の魔女、イーストロードのしもべ、モンスターフリークス。知らない、そんなの聞いたことない。君、もしかして知らないの？知ってるよ。嘘ね、それは。うん、知らない。知らないでよく5年も。まあ、じゃこれも覚えておきなさいな。あいつらに襲われたらこうなる。こう？こうなるの。メタルになるのさ。女の人が右手を見せる。それは綺麗な細い手だった。けれど音が小さくきしむ音がした。メタルの。それで、どこから来たかは覚えてる？迷子のリリー・ザ・ストレンジャThank you.
よかった。でもね、人の話は聞きなさいな。まあいいわ。チョコレート食べる？うん。甘いけど、すごく苦いから気をつけて。子供にはちょっときついかも。よろしい。それでリリー、質問は聞こえてた？うん、聞いてる。ごめんなさい。どこから来たのかはよくわからない。多分だけど、僕は落ちてきたんだと思う。落ちてきた、落ちてきた。どこから？そりゃあここが地下なんだって話は私も聞いたことあるけどね。上からね、上から地上から来たなんてやつは初めてさ。本当に初めて見たよ。その話、本当？わかんない。よく覚えてないから。覚えてない？5年より前のこと？5年？うん、違う。さっき助けてもらうより前のこと。よく覚えてない。僕は自分の名前ぐらい。そうとする。何か、何？ただ思い浮かぶのは行き先だけ。ただあそこへ。僕じゃない。僕は違う。それは私の行き先だ。もういい、分かったから。空から、いいえ、そうね、地上から来た小さなストレンジャー、そういうことにしといてあげる。思い出せないなんてここじゃよくあることだものね。そうなの？この5年はね、変なことはここでは何でも起こるのさ。覚えてないことなんて気にしちゃダメ。どんなに賢そうな顔したやつだって5年より前のことはよく覚えてないんだ。5年？5年前さ、
5年前に何かがあってニューヨークは地下に落っこちた。私たちみんな一緒にね。それがここだ。紫の偽物の空に覆われた地下の世界で、ダークギャングは危ない。捕まったらメタルにされる。それだけ分かってれば生きていける。あとは覚えてなくてもいいさ。例えば外のことなんてのはね。外って？地上のこと。もともとニューヨークがあった場所。灰色の空の外の世界。私たちが元いたはずの世界。だからリリー、落ちてきた迷子は君が初めて。この私だって私自身の昔なんかに興味はないし。ベラ座の海峡外へ。かわいいリリー・ザ・ストレンジャー。私はミリア、武装娼婦のミリア・ストーク。ニューヨークへようこそ。エリシア・ウェントワースの現実。これが現実。これが今この瞬間のニューヨーク。私の視線の先には都市の死があった。これが厳然たる現実。これが残酷なる事実。崩れかかった巨大な鉄橋、ミラザのナローズメガブリッジ。5年前までは世界最大の海上橋だった。世界最大のメガエンジンシティへの入り口として厳然とそびえていたはずの巨大な橋、破壊されこうして朽ちていく。それがここの現実。私の現実。エリシア・ウェントワースの現実。現在のニューヨークシティ、いえ旧ニューヨークシティの一般的な光景。無人の廃墟、残骸や瓦礫という名の空虚な無機物群が誰に触れられることもなく堆積するだけ。海のすぐそばであるというのに、この乾いてしまった空気は何だろう。湿度は本来高いはずなのに、誰も動く人はいない。何も動くものはない。汚染された潮風の周期さえ感じない。誰もこの光景を知らない。私もほんの数時間前までは。5年前、1902年、ニューヨークは消えた。正確には情報が消えた。世界の中心であったはずのメガエンジンシティが一夜にして存在しないものとされて、無人の廃墟と化したという情報だけ。約300万の人々が一晩で消えた。しばらくしてから事故の可能性を政府は告げた。そして5年が過ぎて、何もわからないまま、誰も何が起きたのかを知らないまま、ただ時間だけが過ぎて、
毎年追悼記事が組まれて、教科書にも記されて、ここで起きたことが過去になっていく。軍隊に封鎖されたまま、誰も近づけないまま。だから私は、セルヴァンの言ってた通り、ひとたび中に入ってしまえば、軍隊の人たちも監視装置もない。本当に封鎖しているだけなのね。私は教場の瓦礫越しにあれを見る。彼方に見えるマンハッタン島、あそこが目的地、あそこの果ての果てへ私は行こう。あそこへ行こう。そのために私はここへ来たのだから。そのために封鎖されたニューヨーク。じゃん、こっち。ベラザノの残骸の中を私は歩く。ジョンを先導させながら、ベラザノ海峡が、正確にはベラザノナローズメガブリッジ。かつてこの橋は小さな町だった。エンジン先進国たる大英帝国のロンドンブリッジを模範に建造されて、ここは橋であると同時に町だった。私のいるこの層がちょうど町の部分、私のいる一段下の領域を鉄道が走る。地下鉄と呼ばれていたらしい。橋の上、航空ではあるけれど、ベラザノの町からしてみれば地下鉄。そちらを通るよりはこちらの方が安全。下は崩落がひどくて、足を滑らせたら海へ真っ逆さま。世界中の他の海と同じく、エンジン排液によって汚染されきった海。落ちればただでは済まないだろう。そもそも、根ばつく海から抜け出ることさえ。それに、しても、ここの崩れ方、随分と、思っていたより大きいわね。思っていたも何もないか、わからないのだしね。なぜニューヨークがこうなったのか。大廃墟、廃墟都市。理由は何もわからない。メガエンジン事故とする政府の発表は詳細をどこにも記録していない。公文書館に。調査した痕跡さえないのだから、何も私にはわからない。この半年間、私は答えを求めた。大学を休学して合衆国中を旅した。あまたの証言者のもとへ赴いて話を聞いて、探偵者への依頼も幾度となく行って、公的機関へも数えきれないほど訴えた。大叔父のつてを頼みにもした。かの高名なピンカートン探偵者に依頼して政府の機密公文書館へ赴くこともした。それでも分かることが多くなかった。何が起きたか分からない。どうしてここは廃墟になったのか。どうしてここの人が消えたのか。確かなのは廃墟だけ。無数にある瓦礫だけ。無機質な乾いた空気を漂わせて。と。ん？何？視界、白に奪われる光。廃墟の中で何かがきらめいていた。何？光が視界を一瞬だけ奪っていた。すぐに消えてしまったけれど。今のは反射光だったと思う。空は濃い色の灰色雲に覆われているのに、蒸気灯がどこかにある。確かめないと。私はジョンに進路変更を命じる。私の視界を一瞬だけ奪った光、その正体を確かめるために感じ取った光の差した先へ、大きめの瓦礫を乗り越えて、また両手で鉄管を掴んで橋の町の物岩の廃墟の一つ。正確な場所はわからない。だから半ば私の直感ではあった。私は直感を信じない。
そういう風に努めているけれど、目に見えたのは確かだから。きらめいた先、廃墟の中へと私は進む。安全と思われる進路をジョンが自動で進む。私はその後ろをついていくだけ。それだけだ。ジョンの自立行動回路は完璧だ。もしも不完全な部分があるとして、それは再現する私の腕がないだけ。私は進む。危なげなくコンクリートの破片や鉄骨を乗り越えていく。ジョンのすぐ後ろ進んで、くぐって、乗り越えて、廃墟の一つ、小さなアパルトメントの一室。2階まで上がってくるのが大変だった。ジョンは軽々と錆びた鉄製階段の残骸を飛び越えていっていたけど、ジョンから逃犯用の縄を垂らしてもらい、なんとかよじ登ってたどり着いた。いつ崩れてもおかしくない。破壊され、そしてボロボロに朽ちた3階建てのアパルトメント。一体ここで何があったのだろう。原型をかろうじてとどめる程度に破壊されて、私にはわからない。それでもなぜか私には確信があった。私はすぐにそれを見つけられると、目に映った光は錯覚なのではないと私には確信がある。そして私は本当にすぐにそれを見つけることができた。むき出しになった木の壁の端、リノリウムがかろうじて残った壁に、屋内の暗がりの鍵、大きな姿見の鏡があった。ここは女性の部屋だったのだ。そう私は認識する。砕けた衣装ダンスがあった。小物入れの破片も、服の切れ端も、元は綺麗なストールだったとおぼしいもの。小ぶりの化粧台もある。二つに割れて片方は押しつぶされて、そして大きな姿見の鏡。この部屋にいた誰かの鏡、姿見。宣告はこれがきらめいた。そう思う。蒸気灯やガス灯の類がどこかに稼働している気配はない。見当たらない。エンジンの駆動音もない。でも確かに私の視界を白く染めた。あれは光だったはず。なのに光源が見当たらない。路地に向けた壁の窓を私は見つめる。その先の空をふと視界に入れた。空か、まさかね。ありえない。蒸気エンジンの発展は人類から日を奪った。私の生まれるずっと前から空は永遠の灰色雲に覆われている。だから日を照り返すなんて現象は現代ではおとぎ話みたいなもので、私は視線を姿見に戻す。誇り、5年分の誇りだろうか。私の姿さえほとんど見えない。輪郭くらいしか。ほこりを手のひらの端でこする。私の顔が姿見に映る。黄金色の左目、顔、女の顔。私のこの顔、エリシア・ウェントワースという女の現実。
ることなんてないし、そうだよ、何も覚えてないんだ。僕にはやることなんてないはずだ。そうだよ、ないはず。でもなぜだろう、僕は今外に出た。何を油売ってんのさ、リリー・ザ・ストレンジャー。あんたここで暮らすつもり？何しに来たのさ、ヘンテコリリー。猫？人？なんだ、わからない。でもこれは猫なんだと思う。綺麗な灰色猫がいる。笑ってる。キノコのすぐ隣で君は猫？あんた何
言ってんの？私が猫に見えんの？ごめんあんたバカだね。私が人間にでも見えんの？してんのさ、ほんとバカな。この子はどっちなんだろう。猫のような、人のような、人のような、猫のような彼女。女の人だ。だって胸がある。綺麗な形の私は猫、私は魔王だ。あんたはリリー。君は、魔王は猫でいいの？それと、僕の名前は？そんなのどうでもいいのさ。リリん？ああ、もう。私が猫かどうかもどうでもいいし、あんたの名前うんぬんとかどうでもいいし。あんた。留守番するのやめたんだ。どうして留守番のことは？ミリアの知り合いなの？ねえリリー、あんたは黒ずくめの殺し屋を知ってる？そいつは心もメタルになりかけてもうダメなんだけどさ。知らない。誰？殺し屋？あの女狙われてんだよ。いつか殺されるよ。殺されないよ。ミリアはとても強いから。強いよ。だから殺されたりしない。殺されるよ。殺されない。おかしなリリー、せいぜい言ってな。あんたにはどうしようもできないんだよ、無力なリリー・ザ・ストレンジャになりかかった。僕はその服を脱いでみないよ。綺麗な服してるくせにさ。君だってそうじゃないか。体のどこもミリアの右手の色とは違う。毛並みだって。私は猫だもん。人間じゃないからメタルにならない。え、でも僕は人間だよ。ほら、そういうことじゃない。あんたは特別なんだって。特別なあんた、特別なリリー。だからこそあんたには。何？どういう意味？特別な僕、特別なリリー。だから何か。どうしようもできない。絶対に、絶対に。
う絶対さ、ここが地下である限りには、それが地下世界の断りなんだ。分かってるんだよ、分かってる。